カルビー、サミラ、おばさん、アムアムあるの、アムアム。チャンネル登録。何の動画？何の曲？あるあるビンゴ。よいしょ。ビンゴ。めちゃくちゃ面白い予感してます。ワクワクしてる。ワクワクしてる。ワクワクすると。悟空。ワクワクすると。ほら。ワクワクすると。ほら。悟空じゃん。もうドンキホーテあるあるをね、私が。はい、叫び続けます。ひたすらね、ひたすらビンゴするまでってこと、ね、そのビンゴを出していきます。玉をね、はい、次から次へとあるあるを言って、はい、先にだから僕らビンゴできたら、はい、とあるあるワールド。まずスタミナとカルビのあるあるを私は見えてないです。はい、出してください。こちらです。じゃじゃん。でもこれお互いのちょっと見合ってよ。ああ逆に見ようか。あーみたいな。あー真ん中取りやつ取りに行くよ私逆に。いやーそれは嬉しい、うん、一番本当はフリーのところだよね。そう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 、ビンゴでやっぱ真ん中が一番みんな狙いたいでしょ。そうなんだよ、真ん中戦略もあるからね。はい、ヤンキーカップル。うーわー来ました。行ったスタミナ。はい、すごい。ヤンキーカップルいがち。これもう一番のやっぱ一抜けいるわ。1円のやつ。あーレジの1円のやつ。うん、でも触れてたら OK する。そういう場合はいやこんなんで言うわけないよこれはこれもう OK でいいよ。 OK、うん、なんだったの。あの1円玉自由ご自由に、うん、って書いてあることにもうリアクションもせず使う細かい。言ったらでも関連だからいいか。入り口の水槽、はい、ウツボ見ちゃうこれもうえこれもう俺2枚抜きでいい、まあ、水槽かね、水槽かね、それおかしい。え、水槽ですか。これを2枚抜きでいいから水槽をずっと見ちゃうっていうのと、うん、水槽にでかいウツボいらしいあら、水槽関連だね。でも水槽関連、これを2枚だな。一旦じゃあそれ2枚にしよう。これ2枚でいい。2枚だわ。僕リーチです。もうリーチかかってます。強っ。デカ駄菓子。あーあるね。駄菓子、異常にでかいやつがあるじゃん。うまいもの。書いてないです。わー、ないです。袋黄色い。いや、そうだけど。情熱価格。情熱価格。ワード、情熱価格。これはいいよ。これ OK ですか？ OK。あ、じゃあ、何度？うん。安い。はい、ああ、なるほどね。これは OK です。情熱価格。ありがとうございます。欲しい商品の場所がわからない。これそうじゃんこれそうなんだ。え、これ OK？ カルビ的には OK だと思う。 OK、うん、ありがとうございます。ダブリー。なんだった。あれトリプルリーチだ。迷う。ああ、でもそういうことだよね。そういうことだよね。え、めっちゃリーチ。トリプルリーチ。店員見つからない。これいけるだろ。これこれいいんじゃない。これいけるよね。いってるいってるいってる。これ店員に何か聞きたいときめっちゃ探す。ああ、そう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 、いってるいってる。これもういってるよね。ビンゴじゃない。マジまだごちゃごちゃしているのに結構綺麗あー、出ないわそれは。ちょっとそう思わない。あんだけさ、めちゃくちゃなさ、まあね、店なのにさ。地下は食品そうだよな。 ある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 だけどないな。あるあるな。書いてない。あー、書いときゃよかった。パロディ T シャツ売ってる。うわー、ないです。
書いてません。焼き芋、ああドンキの歌韓国語バージョン、え、あんの、え、そんな流れてるってこと、流れてる流れてる、ドンペンくん、ドンペンくん、あのキャラクター、キャラクター、うんうん、ドンペンくん関連、いや、まだなんかざっくりしてんだよ、もう何もない書いてない、ちょっと怪しいブランドもの、あー、海外の人めちゃいる、あー、確かに書くべきだこれは、ギャルめちゃいる、ジャングルだが何、何ですかって言っちゃう。え、ドンピシャじゃない。うわ、これドンピシャじゃない。ジャングルだだけは言っちゃう。ああもう。ドンピシャ。俺も店内で流れてる歌口ずさんじゃう。ああ。そう。俺はでも。どんどんどん。ドンキドンキホーテボリューム満点激安ジャングル、ジャングルだ、ここだけ行っちゃうあ、確かにここだけ行っちゃう、このドンピシャドラ、カルビー、そういうつもり、そうよ、ドンキジャングルだって言っちゃう、そこだけ、そうそうだね、そこを二択でしたらカルビーが抜けたよね、そうだね、ということは逆転じゃん、大逆転、大逆転、これだ、これ真ん中だもん、ジャングルだ、ジャングルだだけは、マジか、俺結構もう押さえた、あーホーリーチだったもん、弁当安いね、弁当安い、通路狭い、通路狭い、店内で流れてる歌口ずさんじゃう、レジ込みすぎなるほどね、いやでもいいよ、いいところ、コスプレの女の子が結局誰でもない、これめっちゃわかるでしょコスプレのね、あれあって、これあれスザンヌ、これモデル、あ、リアディゾンリアディゾンかみたいになって、うん、誰でもないっていう絶妙に似てる子が全部のコスプレやってる、あれあれっていうやつ、俺はね、これ、これに負けるか、だいぶ狭いよ、狭い、エレベーター、ドンキのエレベーターで、うん、あの従業員の人が乗ってなかった時なんてない、いや、あるから、ある、絶対に従業員ある、カルビだけかも、ボリューム満点激安ジャングルのところ一発で聞き取れたやついないから初めの頃、せめえ、初めの頃これやばい、これやばい、俺だって俺は弁当安いって書いてるのに、うん、ね、これ、ドンキで弁当を買うようになったらしまいやばいって、もうふざけんな、なんで安すぎるってこと、うん、ドンキって略しすぎてドンキホーテだったのかドンキホーテだったのかわからない、あー、ね、あー、いいあれあれだ、これ悔しいな、ということでまくられた、スタミナ罰ゲームです、あんのドンキホーテの歌のジャングルだっていうとこまで可愛がりです、あー、やべー、絶対長いじゃん、ドンキ可愛がりです、それではお願いします、甘い音で待ち合わせ、溢れる夢を叶えましょう、今は宝探しだね、どんどんどんドンキドンキホーテボリューム満点激安ジャングルジャングルだ終了
うわぁ、ペロリやってるのかな、これ。いやいや、それ A メロメロディーあってるの？いや、それ知らねえ、どうでもいいよ。どうでもいいよ、そんな可愛がりの部分申し訳ない。カルビの勝利でした、はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。グッドだぜ、ポジャノ。